えー、坪田信孝でございます <laughs> もうあの盛り上がりが最高潮すぎて今日このままあ「ありがとうございました」って帰ってっても満足してもらえるんじゃないかっていうそんな感じがしますけども、えー、本日僕が話をさせていただきたいのは「えー、才能の正体」というテーマなんですけれども実はこの才能っていうものが何なのか地頭っていうのが何なのか僕はこの20年ぐらいずっと研究してきました。 でそれで子どもたちの教育をしてきてで多くの人に才能っていうのを与えたい見つけたい引き出したいそれをこう辿ってきたこの20年間だったんですなので今日はその研究の成果っていうのをお話ししたいっていうふうに思います。はい、まずですね まあ当然じゃあ才能っていうのは何のために使うかっていうと人生を豊かにするためだし成功だったり成長だったりとかっていうのを求めて多くの人っていうのはやっぱり自分の才能っていうのは何なのかなっていうことを考えていらっしゃると思うんですでここでじゃあ人生で成功するためのですね一番重要なポイントっていうものを今日まず最初にお話ししたいと思いますそれはもうメンタルが9割です。 そんなこと言われてもまあそりゃそうだろうなって思う人もいればいやいや9割は言い過ぎだろうという人もいると思うんですねでそこでちょっと今から試行実験をししてみましょう皆さん今座ってらっしゃる椅子があると思うんですその椅子の座面座ってらっしゃる面の左端から右端までが何 cm ぐらいあるかっていうのをちょっと測ってもらってもいいですかお願いします<で>まどうでしょう4 0 5 0センチぐらいですかねそれぐらいの幅 の中に皆さん座っってらっしゃると思います2枚あったら1メートルぐらい多分そんなもんだと思うんです皆さんにここからが思考実験です、えー、その座ってらっしゃる幅の、ね、板が床に引いてあるとしますつまりこの4 5 0ンチの幅の板が床に引いてあったとした時に皆さんはその幅の板の上を歩くことってのはできますかこの4 5 0ンチの幅歩けるよっていう方は手を挙げてもらってもいいですかはいありがとうございますそうですよね そう歩けるよねこれぐらいの幅があれば多分普通に歩けるしケンケンしたって多分歩けると思うバックでもこうやって歩けると思うんですでそこでちょっと皆さんこの写真を見ていただきたいと思うんですけどもこの写真っていうのはですね名古屋駅の目の前にあるセントラルタワーっていわれる高さが2 4 0ルぐらいの高層ビルの写真です東京で言えば丸ビルとか新丸ビルとかそんなもんです で高さが2 4 0ルってどんな感じかっていうと屋上に行くとですねもう車が米粒ぐらいに見えますもう人はもうみじんこぐらいになります落ちたら100%死にますその屋上に今のね4 5 0ンチの幅の鉄板をこの左のビルの屋上から右のビルの屋上までこうやって渡したとしますさあその状態で皆さんはその板の上を歩くことっていうのはできますかできるよっていう人はちょっと手を挙げてもらってもいいですか はい、ありがとうございますちょっと危篤な方が何名かいらっしゃいますけども <laughs> <laughs>、まあ、ほとんどの方は、ね、なかなかそれって難しいよねってなると思うんですで実際その場に行くとどうなるかっていうと多分いつ歩いてくださいって言われたら足がガクガクなって心臓がバクバクなって手から汗がダーッて出ていやいやこれちょっと無理ですってなるのが普通だと思うんですでもねこれ冷静に考えてみると求められてる身体能力自体は全く同じだっていうのは分かりますか つまりこの幅4 0チ五5 0ンチの上を歩いてくださいっていう観点においては求められてるしその歩く能力っていうのはですね一緒じゃないですかじゃあなんで床に引いてあったら普通に歩けるのに高いところにあると歩けなくなるんでしょうかまあいろんな理由をおっしゃいます高いから怖いから死ぬからいろんな理由を皆さんおっしゃるんですけど実はそれは半分不正解ですで半分正解なんですね じゃあなんで床に引いてあると普通にできるのに屋上にあのこうやって渡されたら歩けなくなるかっていうとこれはですね床に引いてあるときって失敗するイメージってゼロなんです板を踏み外すかもしれないって多分思わないんですよねもっと言うと成功するかもしれないってそこすら考えないはずですできるのは別に当たり前だしっていうふうになるんだと思うんですよね ところがこの屋上に引かれた瞬間にどう思うかっていうとこの板割れないかなとか風が吹いてきたらどうしようとか落ちたら死ぬなとかなんかそういうネガティブなことっていうのをひたすら考えるんだと思うんです。ネガティブのことを考えた瞬間に普通にできることなのに立つことも歩くことすらできなくなるこれが人間なんだってことなんです。もうう一つだけ例はあげましょうか 僕、だいぶ今こう、ね、こう話をさせていただいてだいぶ皆さんと仲良くなれてき,てきた気がしてるんですけどこれは気のせいですかね <laughs> 仲良くなれてますよねえっと例えば別室でちょっと1対1でちょっと自己紹介してもらってもいいですかってお願いしたとしたら普通にあっ東京から来ました何々ですとか千葉から来ました何々ですって普通に自己紹介してくれませんかねでこんにちはみたいなだけどじゃあ 今ここに立ってで自己紹介しないといけないというふうになったらどううでしょうか多分多くの人が急に手のひらにこう人とかかき始めて飲み始めたりとかねなんかで上がってきてマイク持ったはいいけどこここんにちはみたいなえ次何話そうって頭真っ白になったりとか普通にしそうじゃないですかこれって、まあ、冷静に考えてみたらおかしくてだって「こんにちは」なんて難しくないですから。 もっと言うと1対1でやる自己紹介も1対2000でやる自己紹介も1対1万でやる自己紹介だってやること同じなんですよだけど1対1だったらできるのに1対2000になった瞬間に急にできなくなってしまうんですそれなんでか笑われるかもしれないからうまくいかないかもしれないからもしかしたら引いちゃうかもしれないからそういうネガティブなことを考えるからですよねつまりもう一回言います 人間っていうのはネガティブなことマイナスなことっていうのを思考した瞬間に立つことも歩くことも挨拶することすらできなくなるこれが人間なんですところが世の中の人っていうのはですね世の中の人このメンタルをめちゃくちゃ舐めてるんですどれぐらい舐めてるかっていうと例えば「お前さそんなもん気持ちの問題だろ?」切り替えていけよとかって言ったりするじゃないですか切り替えれるかって話なんですね <laughs> 分かりますあるいは僕その象徴がこのやる気スイッチって言葉だと思っていて僕塾の先生やってるからめちゃくちゃ親御さんから言われるんですようちの子のやる気スイッチってどこなんですかねってやる気スイッチ押してもらってもいいですかやる気スイッチ探してくださいってで僕そこでお母さんに言うんですお母さん当たり前ですけどやる気スイッチなんかないですよ当たり前でしょっだってね水泳ができないこの水泳スイッチ探しますかと仕事ができない人のうちの部下の仕事スイッチどこかなって探しますかと。 探さないですよねなんで急にやる気だけはやる気スイッチを探すんですか <laughs> これって何を意味してるかっていうと人間っていうのはちょっとしたきっかけだったりちょっとした出会いだったりちょっとした変化によって急にパンって変わるもんなんだっていうふうに思ってるんですなんかちょっとしたスイッチが入れば急に変わると違うんです物事っていうのはどんなことでも必ずトレーニングによってできるようになってるんです僕らは今ね えー、ほとんどの人が日本語を話せるし聞けるしけ状態なはずですだけど皆さん生まれた瞬間から日本語って喋れてましたか生まれた瞬間「ニャーニャー」にゃー「天井天下優雅独尊」とかって言って生まれてきた人いますいないですよね多分いやいたら多分ここ多分講師やってるんじゃないかなと個人的に思うんです。 日本語を何回も何回もパパママとかママとかって言いながらどん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 何年もやってトレーニングして学んできてるはずなんですでもう一つ僕すごい重大なことに気づきました最近あのねここにいる全員ですさっきも大きな拍手でねあの迎えられ送られた西野さんですら相当回数漏らしたここととがあるってことなんですここにいる全員相当漏らしてますよ いや生まれた瞬間にんんぎゃーんぎゃゃっってなってなちょっとトイレに行きたくなったんでトイレ行ってきますって言ってトイレ行きましたかっその場でダダ漏らししてたはずなんです多分数百回数千回ですちなみに僕が一番最後にもあのおねしょしたのは小学4年生で <laughs> 結構遅いでしょ結構遅いんですけど相当回数漏らしてるで漏らして失敗してる中でそれで何で,何で僕じゃあ今行けるようになったかというとトイレトレーニングをしていたからです これですらトレーニングだし日本語だってトレーニングなんです急に何かきっかけがパーンってあって俺今から今日からトイレに行くって決めたわけじゃないんですトイレスイッチじゃなかったんですねさあ <laughs> ここで皆さんはこんだけ人間のね行動っていうのを支配しているメンタル立つことも歩くことも挨拶することもできなくなったりとかするようなこのメンタルのトレーニングっていうのを私毎日やってますっていう方いらっしゃいますか そう多分ねほとんどの方がそうじゃないんです、まあ、そうあのしてる方もいらっしゃるかもしれないですだけどほとんどの方がしていらっしゃらないじゃあそれは何でかっていうと多分ほとんどの人っていうのはこのメンタルっていうのがどれぐらい重要なのかっていうことっていうのの認識っていうのは今までしてなかったっていうことが一つとあともう一つがですね具体的にどうやってメンタルトレーニングしていいかっていうことっていうのが分からなかった例えば座禅組んだらいいのかとかなんか変なサプリとか飲んだらメンタル強くなるのかとかあのそれが分からなかったはずなんです で今日じゃあちょっと1つだけ、えー、これが簡単にできますよっていうメンタルトレーニングそれによって人生って大きく変わりますよっていうことっていうのをあのお伝えしたいと思いますそれがこのねリフレーミングってやつですでリフレーミングっていうのは簡単に言うと枠組みを変えるってことですね僕らって実はです、ね、脳の中に扁桃体っていう部位があるんですアーモンド状のね部位でこれ原始の脳って言われていて爬虫類以上の生物は全部持ってるんですで世の中の人ってねなんか私結構ネガネガティブなんですっていう人もいるんですよ だけどそれってすごい実は正解で生物っていうのは爬虫類以上は全員ネガ,ネガティブなんですなぜかというとその扁桃体があるからついつい物事のネガティブな側面っていうのをビカ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 ってこの扁桃体が反応してそれを見てしまうんですねところが人間には前頭葉前頭前野っていうのがございます論理的に思考していやいやでもこういうポジティブな側面っていうのもあるよねそういうことを見ることができるんです だけどどうしてもやっぱこの返答体の反応の方が先だからついついネガティブに捉えてしまうそうするとそこで身体能力っていうのが発揮できなくなってしまうので、ね、あの成功するってことが難しくなってくるんですなのでこのリフレーミングっていうのは何かっていうと物事には常に多面性がありますからそのネガティブな側面を返答体がビカビカって反応した瞬間にあでもこういう側面があるよねっていうのを見るんですね例えば子供さんが数学のテストで0点を取ってきたどうやって反応するかっていうと多くのお母さんは「 ななんこの点数あんたいいか減にしなさいよ全然勉強してないじゃない塾代どれだけ生れかけたと余ってんなみたいなことをこう言うわけですよねででもこれをリフレーミングすると0点のテストってあ,あと100点分伸びしろがあるよねって言えませんあと一番成長率が高くなりそうな教科だとかって言えませんでこうやって言うといやまあ確かにそうかもしれないけどお前は本田圭佑かみたいなことを言われるわけですであの で例えばまあ塾の先生さんとかからねあの「いやもう先生それ前向きすぎだわと」とうちの親がいちいち細かくてうざいんだけどそれは何て言ったらいいとそれは一つ一つのことを丁寧に大切に考えてくれてるっていうふうに言えないとじゃあクラスで隣の子がすごい臭いんだけどこれは何て言ったらいいと「特殊な香りをされてますね」って言えばいいんじゃない,いや言っちゃだめですよ。 <laughs> 言っちゃダメだけどこれ何が言いたいかというとどんな物事であっても必ず多面性があるってことなんですだけど僕らはこの扁桃体のせいで思わずネガティブな側面しか捉えないわけですよね だからこの前頭前野を使ってですね論理的にそのポジティブな側面っていうのを考えましょうっていうことなんですじゃあ1つだけ今日はちょっと皆さんに実際にえートレーニングしてみてもらいたいと思うんですけどこのリフレーミングを僕ね実はちょっと見ていただきたいんですが僕ね足がめちゃくちゃ短いんですよちょっと見てもらってもいいですかいやいや受けすぎですよあの指でこうやって刺すのやめてもらっていいですか <laughs> これどれくらい足が短いかっていうとちょっとあの足怪我した時にね世界的な名医の人にちょっとレントゲン撮ってもらったんですよそその世界的な名医の人がなんかあの茶色いフィルムみたいなのをあの明るいホワイトボードみたいなところにこうつけてねそこをめちゃめちゃ見ながらおおって言ってるんですよですごいなんか定規とかでめちゃめちゃ測っててでその人が言った言葉が足短って言ったんです <laughs> 世界的名医がね足短っていう。 わわざわざ定規出して測るぐらい足が短いんですじゃこの「足が短いですね」っていうのをねリフレーミングポジティブな側面どんなところがあるかっていうのをまたちょっと隣の人と,ちょっと30秒ぐらいでまたちょっと話し合ってもらってもいいですかお願いしまますすあありりががととううごござざいいます。 これ多分ね実は2000人いらっしゃってもうちょっと時間を考えていったら多分1人それぞれ全部違うことが言えるくらいあるはずなんです例えばある人は重心が低くて安定してますねって言ったりとかねなんでしょあと僕が個人的に今までで一番面白いなと思ったのはねあのズボンの布が少なくすんでエコですねって言われる <laughs> やかましいわっていう、ね、あとあと、まあ、か、飛行機でエコノミークラスに乗っててもビジネスクラスに感じられるとか。 <laughs> いやほんと多分上げ出すときりがないぐらいあるはずなんですだけど僕らって思わずねあの人足短いよねとあの人太ってるよねとかちょっと空気読めないよねとかそういうネガティブな側面っていうのはやっぱ返答体に応じてやっちゃってるんですねだからこれをトレーニングしてほしいんです騙されたと思って是非3ヶ月間毎日チームでこのリフレーミングっていうのをやり続けてみてくださいねそれねトレーニングの前提っていうのはできないってことなので最初は あんてなんで,のですいかがんしなさいすよしさ全然勉強してるうちに塾体にどれだけお金かけたと思ってんの、まあ、でも伸びる余地があるといえばあるかもしれないねみたいな。<laughs> こんな感じでいいんですトレーニングなんです。トレーニングの前提はできないってこと。 それをぜひ家族チーム、学校会社やってみてください。僕、あの企業のコンサルティングとかもやってるんですけど、これ営業チームにそのリフレーミングをやったチームやらないチームとかに分けて3ヶ月とかやると、これで露骨に売り上げとかが変わっていくんです。はい、もうあの人の人生とかも勉強とか、なんかテストとかもなんか何でもいいです。そんなもん余裕ですよ。本当に明確に変わります。 もうこれを3ヶ月騙されたと思って今日やっていただくだけでもう十分ですそして最後にですね10月10日に僕の新刊「才能の正体」というのが出ますからこれを読んでいただければ皆さんの才能はぐんぐん引き出せると思います。以上ですありがとうございました